アナトティカンは、カモノハシ恐竜とも呼ばれ、約6600万年前の白亜紀後期、中世代の最後まで北米に生息していた、ハドロサウルス科の恐竜である。名前は、巨大なカモという意味。かつては、アナトサウルスと呼ばれていたが、後に、アナトサウルスと呼ばれていた化石は、本種とエドモントサウルスの化石が混同されていたものと、判明し、 エドモントサウルスとは異なる特徴を持つ化石に対して1990年にアナトテタンの学名が改めて付けられた。体長は9から12メートル以上。装飾性でカモのように平たい興奮が特徴。アナトテタンはミイラ化した状態で保存された化石が発見されている。体表はトカゲ等に見られるモザイク状の皮膚組織で覆われ、指には皮膜があった。 以前はその皮膜を水かきとして使う水生動物だとされていたが、後に詳細な研究の結果、それはラクダ等の足裏にあるような肉質のパッドが干からびたために緩んだものであると判明し、水生動物説は否定された。現在では様々な特徴からアナトテタンを含むカモノハシ恐竜は陸上生活を行っていた動物だったと考えられている。口には、 デンタルバッテリーと呼ばれる2000本以上の小さな歯が重なり合い、次々に生え変わる構造を有していた。恐竜の顎関節は、原生哺乳類のそれに比べ単純な構造をしており、牛などのように顎を前後左右にスライドさせる咀嚼を行えなかった。しかし、頭蓋骨の接合が比較的緩かった彼らは、顎を強く噛み締めることで、 頭蓋骨を上下左右にわずかにスライドさせることが可能であり、その動きを利用して咀嚼を行っていたと思われる。鴨のシ流の白亜気候機における成功の一因は、これらの効率的な食事システムにもあると考えられる。